まあ、北というか、まあ、まあ北は北、こっちの反対だからっていうか、これ、まあ、方面としてはみなとみらいだけど、向こうが新高島かの辺りだろうね。あんなに多いと思えなかったけど、ね、マンションもいっぱい建ってるね。そして総合ですね、あれが昔ここご飯食べに来たな、この上のとこで。船があってて中華街の方まで行くんだよ、これ。意外とこれも面白いと、船で行く。新アナゴ、新アナゴ、日産のショールームがあって、今からみなとみらいの方面に歩いていきます。まあこの辺りもね、都市開発というか、こうたくさんマンションができてますね。青空でね、空が本当今日雲ないね。古いね、昔のなんか。お台場にもあるんだよ、これ。これ通ったかな、そこは。近未来的って感じない？夜とかもっとね、こういうとこ来るとね、なんか21世紀感が、まあ、21世紀ですけどね、今ね、21世紀感というかね、22世紀感、23世紀感。もう行けんのかな。あ、行けるね。あ、行ける行ける。そしてここは動くよ。前はそっちから行かなきゃいけなかったんだよ。うわ、すごいね。と言ってそこまでしか行けないのかな。いや、行けるっぽいけどな。あそこまでしか行けない。どうなんだ、横浜グランゲート。あ、そこまでしか行けない。あそこ降りれんのかな。ここまで行きて、向こうまで行って出れると思う？あ、向こうから行けるか。あの向こうか。方向としては向こうなんだよ。多分この橋まで行ったらいけるんだよね。すごいね。まあこっち行けると思うんですけどね。ちょっとまあ歩いて。向こう抜けれるよね。あ、さすが。確かに。あ、行けるっぽいな。まあ、近未来的というか。すごいね。横浜美術館が見えてきた。わあ、桜咲いてる。本当なんだろう、あの桜。ちょっと待って。桜見てこう。すごい綺麗。グランモール公園。暑いね、本当。いや、すごい綺麗。桜と思ったら全然桜じゃないっていう。これは何なんだろう。桜と思ったら全然桜じゃないですね、これは。ピンクだからてっきり桜かと思ったら。